お疲れです。吉尾です、今回は、カツオのたたきをやっていきたいと思います。少しですが家庭でも、簡単に、きれいにカツオのたたきができるので、それを今日はやっていきます。では早速やっていきたいと思います。よろしくす。はい、まずは、三杯酢のジュレですね。ジュレを作っておきます。鍋に、醤油、酒、みりん、だし汁を入れて、ゼラチンで固めていきます。これを氷水で冷やして固めておきます。オレンジの絞り汁など入れてもすごい美味しいです。こちらは、冷めたら、ビニール袋に入れて、絞り袋みたくして使っていきます。はい、ではカツオを用意していきます。家庭でやる場合は、小さめの柵で焼いた方が綺麗に焼けると思います。火力の大きさに合わせて切ってください。まず皮目の方を金串などで、刺していきます。焼き目が平均的に焼けるようにするために、刺しています。で、口を打っていきます。皮目に近い方に、口を、打っていきます。今回は小さめの柵なので3本くらいですね。この大きさだと3本くらい刺していきます。で、口を打ちましたら、次は、振り塩をしていきます。皮目の方に、少し、多めに塩を振っていきます。塩を振ることにより、焼き目がきれいに、焼けます。はい、ですね、焼いていきます。で、なるべく火力が強いガス台で焼いていった方がきれいに焼けると思います。皮目を強火で一気に焼いていきます。油の乗ってるカツオとかは油が弾いたりするのでやけどに気をつけてください。皮目がしっかり焼けてきたら、身の方は、軽く炎で炙る程度で大丈夫です。いい感じになってきましたね。はい、焼き上がりのカツオは、そのままで使っていきます。氷水などには入れないです。カツオの旨味が、逃げちゃうからです。なぜカツオのたたきっていうと手で叩くからなんですよ。焼き上がりに皮目に酢をなじませるために、酢を塗って手で叩いていきます。これが本当のたたきです。で、カツオを、切っていきます。カツオは、八重作りに切っていきます。家庭では皮目を下にして切ると、すごい切りやすく、きれいに切れると思います。カツオの切り目は薬味を挟んで食べたり味が乗るように切り目があります。きれいに八重作りに切れました。で、これを、盛り付けていきたいと思います。はい、盛り付けしていきます。今回、薬味野菜は、ネギ、かいわれ、みょうが、大葉、生姜などが、混ざっています。カツオを持ったら手前に薬味をたっぷりのせてハスイモを飾りでのせていきます。こちらでカツオと薬味が乗りました。最後に、先ほど、固めていた三杯酢ですね。三杯酢を冷まして固めたものを周りからかけていきます。ゼラチンで固めなくても大丈夫です。油の乗ってる場合や味が乗りにくい場合は固めた方が味が乗りやすいですよ。ぜひいろいろと試してみてください。はい、こちらでカツオのたたきですね。カツオのたたきの完成になります。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。